嘘だらけの日本古代史2話目、ね、皆さんのおかげで今頃ね発売前10版ありがとうございますというねテロップが出てることを願ってますが、まあさすがに世の中ねまあそうそううまくはいかないということで、でですね、いや本当は1話目でやろうと思ってた台本を2話に分離しようと思って、やっぱりねこの人はやっぱり1話かってやんなきゃいけないのが湯気の同居、うん、いや公式に皇室を乗っ取ろうとした民間人として認定されている唯一の人ですよね、うん、あの売国道を払った三達者という、はい、そう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 。いや一応あの本の中で、うん、藤原の中丸は普通のヤクザ、湯気の同居はもう極めつけのヤクザって、うん、普通のヤクザって何なんだそうそうで同居なんですけど、あの里中真知子さんが凄まじいなんか人格者として描いていて、イケメンの構想として描いてるんですよね。いやいや、これそれが一番びっくりというか、うん、もう自分の勉強不足を痛感した。まあまあまあフィクションですからね。いやだけど同居をそういうふうに描くことができるっていうのはすごいな。いやどうする家康という、あいやね、人はどこまでつまらない大河ドラマを作れるかコンテストにやってんのかと思ったら、途中から普通のつまんない、うん、ドラマになったんで、やっぱり武蔵は抜けなかったかな。やっぱりね、あの路線でずっと最初からの路線で行ってほしかったと。あ、どうする家康ですか、あの SF ファンタジースイーツ大河で、うん、あの情けない家康の姿は どういうふうに整合性を持つかとかね、全く整合性が取れないでここまで来てますが、うんうん、まあ、NHK の大河置いといて、うん、いやいや、あの里中先生さすがで、やっぱあの山内涼子先生ね、あの曽我の恵美子もそうですけど、こんな人じゃないでしょうと思いつつも根拠あるんですよ、うん、やっぱ極めた少女漫画家の先生舐めちゃいけませんね、うん、いや漫画家って勉強してる人やっぱりすごいですよ。で感性がしかも鋭いですね。いやそれどっから来たのかなっていうと、道教というと聖徳天皇の愛人で、うんうんうん、あの天皇になろうとしたろくでなしってイメージなんですが、うん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 、どうも愛人じゃなかったらしい、うんっていう説があって、それすごい説得力あるなと思うのが、うん、いやいわゆる破壊層だったら、ちなみに233ページだったかな、はい、あ、うん、そうそう、これ厳密にはこの破壊層ってデストロイヤーになってるんで誤植なんですよね、うん、いやまあ、でも間違いじゃないですか、そうそう、意味が通ってしまうからこっちでもいいんじゃないかって、え、うん、事実誤認の指摘されても直しませんって最初に断っておきますけど、うん、いや本当に破壊層だったら、うん、もっとひどい扱いを受けてるはずなんですよ、という説があって、あんまそうかもなと、で、まあ、里中先生すごいイケメンの学術肌の温厚な構想に描いてらしたんですけど、多分本当にそういうイメージだから取り入れたんじゃないかなと。いや本当に悪そうなやつ取り入れないですよ、うん、いやだからほら自分なんか肖像がね残もちろん残ってないですけど、うん、ラスプーチンみたいな、ね、顔してるのかなってね。だから本当に日本のラスプーチンみたいなイメージじゃないですか、うん、そうそうそう、ラスプーチンの方はるか後ですけど、うん、ロミシエルさん似てるかな。ああロミさんだって見た目優しそうな感じじゃないですか、うん、だからまあ、うん、絶大な人気があって、うんうんうん、で尾身さんと分科会と人たちって所詮アドバイザーすぎないんですよ、うん、はいはい、でアドバイザーすぎないくせに日本政府乗っ取ったんですよね、うん、まあ一時的とはいえ、うん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 、やってること道教と一緒なんですよ、うん、当時の科学者なんですよね道教。あ、はいはい、で尾身さんは当然科学者なんですよね、うんうん、やってること一緒だなっていう、うん、一応医師会とその他の方々への厳密には名誉毀損になっている表現は削ったんですけど、うん、本当の法律を作詞上に、適用したら何も言えんなという、まあ、それは横に置いといて、まあ、それはとにかく道教のイメージが全然違うなっていう、うん、その聖徳天皇の愛人の破壊層で見るから悪そうなやつ、うんうん、いや結局湯気一族に利権ばらまいたりとかひどいやつなんですけど、うんうん、いやだからほらその家康のね、今や天海とか崇伝とか、はい、あのイメージも被るんですよね、うん、その道教っていうのは、はい、でただその天海とか崇伝っていうのは、うん、まあ、三達者じゃなくて、はい、まあまあよからぬブレンだったと、もう単なる手に取り入っただけの、うん、いや無双祖籍だってそうだと思いました。あ、まあそれはあんな食わせ者のじじいいないと思いますよ本当、まあ、まあお坊さんとして立派だったから、北条時宗後醍醐天皇足利高氏忠義兄弟と全員に取り入って、うん、で高氏と忠義と両方に気に入るように話使い分けてる、うん、同じ話なの違う話するみたいな、うんうんうん、だからすごくまあそれは確かにそうですね、うん、はい、
だから見た目が最もらしい人じゃないとそういうことできないっていうのも本当お店さんの顔思い浮かべよってよっていう、ああいうイメージ、うんうん、まあ、だ当時のまあ医学というか学問だったっていうのもね、まあ、ぴったり表現だなと思うわけですよ、うん、はい、科学ですよね、うんうん、でも本当に後世の人でいうと中世の松永久秀とか、うんうんうん、斎藤道さん、うん、あるいは近世の田沼意次、うん、彼らがイケメンだったっていうこと知られてないですよね、うん、そう、それやったことがね、やったこともやったことなので化け物じみた顔、うん、まあ、例えば松永男女って肖像がないんですよね、はい、で江戸時代の浮世絵で初めて描かれたぐらいで、そうするとやっぱりすさまじい表情してるわけです。そうそう、化け物として妖怪変化みたいなもう見るからに回俊博さんみたいな見るからに悪そうな政治家みたいなイメージで、うん、金丸信とか、うん、ところがほら落合さんだったって噂があるし、うん、まあ、あの斎藤道さんなんてね目鼻立ち爽やかだったっていうね、うん、だから結局 そういう意味で言うと、まあ、イケメンなんですよ。だ今で言うと松岡昌宏みたいなホスト系ジャニーズみたいなそういうのイメージしてもらった方がいいかもしれないです。そうですね、だからね本当にイケメンの悪なんですよ、うん、あの連中は、うん、というその後世のイメージから逆算して語っちゃうと、じゃあなぜその人が出世できたのかが分からなくなるっていうところで、まあ、道教はもう最後本当に宇佐神宮、うんうんうん、宇佐神宮がどんなところか、なんで宇佐神宮でそんなわけが分かんない神託になるものが下ったのかもう書いときましたけど、うんうんうん、そこから逆算して道教がなぜ聖徳天皇に取り入れたかという話しちゃうとわけ分かんなくなる、うんうん、でここで聖徳天皇が過小評価されすぎたかな。あ、はい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 、はい、うん、これはまあ最新の研究でも言われていることですし、まあ、おっしゃる通りかなと思いながら、うんうんうん、その先生のこの聖徳天皇のね評価っていうか、これはそのまあ誰もあんまりその古代史詳しくないけれど、やっぱ面白かったですよ。面白いっていうのはこういう評価するんだなって、うん、まあまあ高いっていうかすごいっていうか、まあ高くはないですよ、うん、だからすごいっていうかね、もう日本でも空前の先制君子ですよ、うん、まあほら味方に言うと褒め言葉になるわけですよ、うん、それだけまあ、うん、ね、私ほ、ね、褒めてるのとけなすのって表裏一体だと思ってる、うん、そうそうそう、本当は名誉地さんってうぜえ、まあいいや、まあ、だから先制君子って味方によると褒め言葉なんですよ。そりゃそうですよ、ね、だからやっぱりその聖徳天皇って言えば私は逆に見え直した感じですよ、うん、だから道教に操られたオールドミスのおばさんみたいな、うんうんうん、でしかも平安以降の孤児団とかの描き方がこれ今だった 100% の普通に名誉毀損になりますよみたいな、もうほぼ木原誠二さん並みの被害者、うんうん、なんですけど、うん、ただこういう弱い天皇じゃなくて実はものすごい強い天皇だった、これは間違いない。いや高顕天皇の時はともかく、うん、聖徳天皇で調査されてからはかなり強い天皇だと、うん、結局ね、その道教のイメージが非常にやっぱり強いんですよ、はい、道教に道教に操られたっていうより、うん、まあ、道教の言いなりだったと、うん、まあ、それを強引に押し通すから強いんだっていうイメージぐらいしかなかったわけですよ、もともとが、うん、だところが実際にはそうじゃないっていうね、うん、だからその里永さんの漫画だと確か藤原氏がいいように権力に行っていて、うんうん、聖徳天皇も道教もはめられたか弱い人たちだってそれはさすがにやりすぎて、うんうん、で道教は所詮アドバイザーすぎない、うんうん、アドバイザーが調領ばっこしてただけであって、うん、本当の権力者は聖徳天皇さん、うん、いやその聖武天皇の遺書なるものが突然出てきて、あ、はいはい、王をやっこやっこを王にしていって、うんうん、こんな洗礼ぶち壊しないですもんね、うん、あと天武天皇と聖徳天皇は出家した身でありながら天皇になってる、はい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 、いや神様に仕える最高神官が天皇なんですけど出家した人がやっていいんですかっていうのを平安以降やれないことをしたわけですよね、いやだから本当この本で奈良を書きたくて平安はダイジェストでいいやっていうのは、うん、奈良のやらかしを整理した時代が平安なんですよ、ね、うん、いや結局ね、今の洗礼っていうのはね基本的に言うとそのやっぱりその平安が基本になるっていうのは、はい、まあ、これこの理由で分かるわけで、奈良が大混乱してますからね、はい、うん、洗礼破りどこの話じゃないですよね、うん、そうそう、真偽って言葉が褒め言葉として次々当てはまるような、いや四次元号とかもうどうしようもない時代ですよ、うん、なんで外国にならなきゃいけないんだっていうわけが分かんない、うん、あの笑みのしかすってもとんでもない怖さなんですからね、はい、そう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 、いやそれで女帝がその後禁止されてる、うんうん、
いや聖徳天皇で女系を禁止したんじゃなくて、女系なんか最初からやっちゃダメで、うん、女帝が明昇天皇まで禁止されていて、うん、いや中世やるんだったら書きたいのが後白河を天皇にしたくないから鳥羽法皇が女帝復活させようかないやだからその禁止されてないからやっていいんだったら鳥羽法皇は地天の君なんでできたんですよ、うんうんうん、地天の君だから禁止されてることでも復活させようかなと悩んだじゃないと説明がつかないこと。いや別に明昇天皇もできたし八条女院も天皇に検討されたんで女帝は禁止されてませんよって、いやそんな高度なことを気づける人なかなかいないんで、やっぱりこっからやっとかなきゃダメかなと。あいやもう女帝復活させるっていうのは後白河だけは絶対ダメだっていやそれはほら当時意見がみんな一致して、うん、結局新税でさえあれはダメだけど、はい、自分の権力のためにねやってきたって感じでしょ、うん、だって後白河を褒めたに人もいないですもんね、はい、いやカラフキュのやるすぎて喉潰した王子を天皇にできるかっていうそうそう、いやだから本当に後白河を天皇するか女帝を復活させるかっていう究極の選択なんですもんね、あれ、うん、いやだからいかに聖徳天皇がやらかしたかっていう、うん、気の毒なのはストクインなんですけど、ね、はい、それはまあ嘘だらけの日本中世史があったら、まあ、まあ中世史の方でね、はい、あと聖徳天皇に関して言っておくと、あ男系派の人たちと基本的に私意見一致するんですが、最後の結論はただ中身の議論では当然一致しないことがあって、八方十代の天皇女帝は全員中継ぎだっていう人いるんですよ、ね、ああ私は聖徳天皇だけは違うと思ってますが、まあ、その理由は本書で、うん、ものすごい大事なことなんで、後見天皇は中継ぎですよ、うん、聖徳天皇は違いますから、ね、うん、その理由がものすごい大事なことなんで、うん、先生の解釈としてね、まあ、その道教っていうのは、まあ、どの程度悪が強い人間だったと思う。いや本当尾身茂さんそっくりだな。ああやっぱ本当そのイメージですか。いやだから尾身さんってどんな人かっていうと、結構最初聞いてたのは、うん、この人しかいないって評判良かったんですよ、うん、いや別に表情報だけじゃないですよ、うん、一応こういう仕事してるんでいろいろ噂話で聞くんですけど、うん、ただ途中から権力握って明らかにおかしくなってます。なるほど同居もそんなパターンですかと思いますね、うん、ただじゃあその尾身さんの立場ってそんな強いものかっていうと全然そんなことはない、うんうん、ご本人が言っているようにアドバイザーすぎないんですよ、うんうん、まあ同居はまあ固定した権力を握ろうとしましたけど、そんなものは所詮砂上の楼閣だったわけですよね、うんうん、まあ、それこそほらその日本史上唯一の、まあ、三奪者みたいな、ね、はい、まあ公式の、まあ、公式な、まあ義満というのが後で出てくるかもしれませんけど、一応あの人は死後尊号を送られたという記録が、まあその道教の記述っていうのはやっぱり、ね、自分なんかやっぱ面白かったですね、あのイメージが。だけど同時にね、そういう面白いものがあってもブレないのが先生すごいな、すごいなっていうね。やっぱり本筋から見てそれを眺めてるっていう、ね、はい、うん、いやだって藤原だけで道教事件阻止できないですもんね。できないです、それは無理です、うん、まあ有名な和家の清丸もいますし、吉備の巻火大活躍、そう これがすごいですよ、うん、いや実は吉備の巻火だけでも伝記会で面白いなと思うんですよね、うん、だって広継でも中丸でも、はい、道教でもみんな巻火の大活躍、そう学者にして武人で孫子の兵法を身につけてる実践家という、うん、一応公式的には日本で初めて孫子の公爵した人ですからね、うん、だからその吉備の巻火の仲介孫子みたいなのあったら本当読みたいなっていう、いやそれこそ宇野上先生、あの孫子の兵法の実践者っていうんで吉備の巻火、北畑顕家、武田信玄って列伝書くのどうですか。面白いですね、やっぱりね、うん、孫子の本当にね孫子って誤解されてるんですよ、うん、みんな読んでるような感じだけど実は読んでる人少ないんですよね、うん、実は、うん、いや私昼休みで読み終わりましたよだって短いですもん。だ読み込みですね、うん、ここで言うと、はい、まあ、めちゃくちゃ短いですもんね。ただ400字詰めで17、8枚ぐらいです、ね、そうなんです、めちゃくちゃ短い。だから書き読み下し分だけ分だったら本当昼休みで終わっちゃう。そう本当に1時間で終わっちゃう、うんうん、ところがそれを理解するのが大変です。そうだマニュアルですもんね、うん、はい、ということでですね、はい、話はつきませんが、あの本来の2話である第3話万世一系についてお話を伺いたいと思います、はいはい、よろしくお願いします。日本には近代政党が必要だ。近代政党というからにはちゃんとしたあのシンクタンクがなければならない。全くこれまでと違った局面に今直面しているではないのか。その税金がどういうふうに使われてんだということに関して本当に意味のある使い方してるんですか。
はチャイナが欲しがるような資源を持っている中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。